は。こんばんは。ラーメンズナビの時間です。美味しいお店をどんどん紹介しますよ。今日は毎日継ぎ足しスープが自慢のパイ麺、そして炙り味噌ラーメン麺匠新武咲屋を紹介します。がっつり名店、とても繊細なラーメンでした。パイ麺は人気の豚トロ角煮ラーメンを出品。毎日継ぎ足していくスープが自慢の一品です。20時間強火でグツグツ煮込み、骨の旨味を出し尽くした豚骨スープは絶品。角煮の方はですね、当店の特製の味噌だれに生姜、ニンニク、八角などを使いまして、でその味噌だれとあと豚骨スープをそれで溶かしまして、それでグツ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 煮込むんですよね。もちろんスープと麺の相性もバッチリ、特注の細麺へまとわりつきます。ピコピコポイント、豚トロの甘みに八角のスパイスが包み込んで、今まで食べたことのない美味しさです。たくさんのお客様に喜んでもらえるように、一生懸命美味しいラーメンを作りたいと思います。皆さんぜひ遊びに来てください。頑張ります。58種類の麺と33種類のスープからえりすぐられたパイ麺の豚トロ角煮ラーメンが北陸ラーメン博で食べられます。炙り味噌ラーメン麺匠新武咲屋は濃厚札幌味噌ラーメンを出品。12種類の食材と2種類の味噌をブレンドした味がベースになっています。芳醇な香りと濃厚な味が人気の味噌ラーメン、スープとしてではなくラーメンとして人気な理由は麺にもありました。麺はですね、北海道から毎日空輸で直送してくる中太の卵麺で、プリプリしてて、その味噌だれと絡むようにオリジナルで考えて作ってもらってっていう感じですね。確かに自慢のスープがプリップリの卵麺へしっかりと絡みついています。そして味噌はこのひと手間が味噌なんです。ピカピカポイント、味噌の甘みに炙った香ばしさが合わさってとってもいい風味。北海道の侍魂を見に来てください。お待ちしてます。味はもちろん、毎朝空輸で届く打ち立て麺で作る新武咲屋の濃厚札幌味噌ラーメンを北陸ラーメン博でご賞味ください。これは外せませんよ。それでは明日またお会いしましょう。バイバイ。